それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で前回は、拡張ユークリッド互助法の、性質の続きということでいくつか性質について紹介しまして、でそれから、ユークリッド互助法の、応用ということで、有理数の連分数展開の計算、それからあと無理数の連分数近似の計算方法を紹介しました。で今回は、拡張ユークリッド互助法の応用のまた新しい応用なんですけれども、中国常用算法の紹介をしたいと思います。でテキストは 4.8 節ですね、63ページですので、テキストを持っている人はそちらも同時に見ながら進めてください。それでは大体テキストを持っている人が開いたかなというタイミングで始めたいと思いますけれども、まずここで扱う主な道具はこの中国常用定理と呼ばれるものです。で多分2年生の時の代数入門の授業でも扱われたと思いますけれども、一応中国常用定理の復習をするということ、それから今回の大きな目的の一つは、その中国常用定理、昨年の代数の授業で学んだ際にもその中国常用定理の問題を解いたと思いますけれども、今回はその拡張ユークリッド互助法に基づく構成的なアルゴリズムを知るということで授業をしたいと思います。でまず、中国常用定理なんですけれども、ここでは R をユークリッド正規としまして、それで線形合同式を解くというんですね。で N と A と B が R の元であるときに、AX 合同 B、モジュロ N を、X について解くというのがこの線形合同式です。でさらに、今回この中国常用定理が扱う問題は連立線形合同式です。ここでは、N1 から N の K というのをあと R の元として、から互いに素であることとします。でそれから A1 から AK というのを R の元とします。でこの時にその A ですね、 R の元 A で、A が各 AI とその法 NI を法として合同であるような、そういう A を求めるというのがここで考える連立線形合同式の問題です。でそのこの連立線形合同式の解に関して性質を述べたのが中国常用定理です。英語ですとチャイニーズリマインダーセオレムと呼ばれますので、略して CRT という場合もあります。でまずこの定理のステートメントから述べます。N1 から NK をその R の元で互いに素として、それから A1 から A の K を R の元とするときに、次は成り立つというんですね。で一つはそのある R の元 A というのが存在して、この A は各 NI を法として AI に合同です。が一つ目の性質。それから、もう一つはこの解の一位性に関してで、その A' という R の別な元がもし同じ合同連立線形合同式を満たす解であるならば、この A' は A とその N を法として合同であると。ただしこの N というのはその先ほど最初に与えられた法ですね、 N1 から NK の積です。ですので、こういう N1 から NK の積を法として合同であるということは、すなわちこの連立線形合同式の解はこの N を法として一時的に存在するというのが2番目の性質です。で一応そのここではその今日扱うその構成的なアルゴリズムを導くための構成的な証明をします。で、この定理の証明では次の性質を満たすその R の元 E1 から EK の存在を示します。でこの E1 から EK というのはどういう性質を満たすかというと、この EJ ですね、この EJ がその NI を法として、もしその
インデックス i と j が等しければ1に合同であると。で、i と j が等しくなければ0に合同であると。すなわち0に合同ということは ni、ej が、まあ、ni ですね、nj 以外の数の倍数で表せるということを示しています。で、まず先にそのこういうですね、その ej が存在することを、まあ後で示しますけれども、でまずこういう ej があるということに言えると、どのようにして解を作ればいいかというと、こちらにありますように、ai×ei の積の和ですね、これを a と置くと、先ほど我々が解くべき連立線形合同式の解になるというのが、まずこの構成的な証明の肝の部分です。ですので、一応ちょっと説明の仕方が前後してますけれども、まあ、とりあえず先ほどのような EI が見つかれば、解はこういう形で計算しなさいということを言ってるわけですね。で、次に、その先ほどの、まあ、この性質、星2つの式で表していますけれども、まあ、こういう性質を満たす、その EJ の存在が存在する、もしくは EJ がをこのようにして計算できるってことをこれから示します。で、ここでは、まあ、次にその n をですね、n1 から nk の積と置きます。で、それから、ni スターというのを、その n 割る ni です。n オーバー ni ですね。n 割る ni ですから、その ni 以外の nj の積というふうにします。で、そうしますと、その今仮定からですね、 n1 から nk は全部互いにそうだということになっていますので、ここで作った ni と、もともと与えられた ni と、それからここで作った ni スターというのも互いにそうであることが分かります。で、そうしますと、その ni を法とする ni スターの逆元が存在して、しかもこれは拡張有機率の互助法で計算することができます。この計算の仕方は、まあ、これまでの過去の授業でやりました。で、この逆元をその ti と置きますと、この ti っていうのは次の式を満たします。ここにありますように、ti というのは ni を法として ni スターの逆元、情報の逆元であるということで計算できますから、そうすると ti×ni スターというのが ni を法として1に合同であると、まあ、そういう合同式を満たします。で、そこでですね、で ei は、ここで求めた ti を使って ti×ni スターと置きなさいっていうんですね。で、そうしますと実際にこの ei というのが、先ほど何枚か前のスライドでお見せしたこのスライドの下にあるこの性質を満たすというものです。ということで、一応その先ほどからですね、そのまず EJ なんかいくつかこう登場人物がいますけれども、まずそのなんでこの連立線形合同式を構成的に解くためには、この今のスライドの下にあるこの EJ という元が求まればよいと。で、 EJ を求めるにはどうすればよいかというと、この NI ですね、この各 NI とそれから NI スター NI スターというのを作って、で NI スターのその NI を法としたその情報の逆元を求めなさいと。で、それを使うと、まあ、この EI が求まります。で、 EI が求まったらば、その最初の連立線形合同式で与えられた AI と組み合わせてこの AIEI の積の和を作ると、それがこの連立線形合同式の解、実際に解になることが分かりますという段取りで計算ができます。ここまでいいでしょうか。一応その個々の性質はまず各自で成り立つことを確認しておいてください。それからもう一つですね、示すことがあって、この n を法としてこの解が1位であるということを、まあ、示す必要があるんですけれども、
これは仮にですね、この A プライムというのをこのまた別の解としましてしたときにですね、その i が1から k に対して、まあ、次の性質が成り立ちます。まず、まあ、この A プライムというのが連立線形合同式の解ですから、A プライムは Ni を法としてこの各 Ai と合同なわけですね。またこれはまあ、あの仮定からそう言えるわけです。で、次に、この合同式の定義から、Ai と A プライム、だから、ここか、ごめんなさい、この Ai と合同であるということは、これ各、この A とも合同であると。だから A プライムというのが、Ni を、各 Ni を法として A と合同であることも言えます。で、この合同の定義から、次の段階では、A-A プライムが、まあ、Ni で割り切れるということを意味しております。で、これはそのまず各 Ni に対してついて言える性質だったわけですけれども、まあ、この N1 から Nk というのは互いにそうですから、これらをそのかけても同じ性質が成り立つということで、N1 から Nk の積もやはり A-A プライムを割り切るということが分かります。でこれはすなわちその A と A プライムがその N を法として合同であることを意味しています。という形でその2つ目の性質を証明することができます。ここまでいいでしょうか。